ウィンラス・ベガス・クロエは、ギャビン・アーギョンによって創設された、フランスの名門ファッションブランドである。1952年創業。プレタポルテ市場の草分け的存在とされる。つまり、プレタポルテという言葉を生み出したのがクロエということになる。社名は創業者の友人の名前から借用されたもので、自分の名前をブランドに用いなかったのは、 自分の名前がまるで占い師のようだと考えた、ためとされる。本社所在地は、パリパックのペルシエ通り5番地。パリでの現在の本店があるいは機関店内し路面店は、1区3都ノーレ通り253番地、およびハックモンテーニュ大通り50番地。その他ギャラリーラファイエットや、ボンマルシェのグランマガザン島で数店舗展開している。外国法人は、ニューヨーク、 東京工事町、香港、ドバイに事務所を置く。リシモングループに属する。クロエの登場する以前、高級メゾンではオートクチュールのみを取り扱っていた。一部の富裕層にはそれで十分であったが、一般層は地方の裁縫師が作る質の劣るコピー商品を着るしかなかった。ギャビー・アギョンは1950年代のファッションの堅苦しさを嫌い。 また市場とのギャップも感じたことから、ラグジュアリープレタポルテと称して、高品質でかつソフトで、ボディコンシャスな寄生服を高級生地を使って作ることを思い立った。他のクチュリエはすぐに、これに習い、今日ではデザイナーによる、プレタポルテはクチュールを遥かにしのぐ存在となっている。服飾、バッグ、靴、小物類を中心に展開。いずれも通常販売は女性向け商品のみ。 男性向けのバレンタインコレクションが毎年1から2月限定で展開されている。ハンナ・マクギボンがデザインディレクターを務めた2008年からスタートし、クレア・ワイト・ケラーのデザインディレクター就任以前はミスター・パデントンと呼ばれた。発売店舗は青山店、阪急メンズ、東京などに限られている。また、2010年までランジェリーラインが展開されていた。 こちらはライセンスを受けたカドリールインターナショナル社が製造、発売していた。2008年より展開スタート。インターパルファム社製造。1年に少なくとも1種類、多い場合で3から4種類の新作が発表される。2011年には黒へオードパルファムローズエディションが限定販売されたが、その後はラインナップから消えた。当初は黒へのみであったか。 2013年よりシーバイクロエにも登場した。いずれも20代女性を中心に日本でも幅広い支持を集めている。ディーラーはブルーベルジャパン。主要大都市並びに主要リゾート地に店舗を展開する。セレクトショップや空港の免税店にも商品が流通している。日本ではクロエシーバイクロエともに大多数の商品を日本法人本社で取り扱っている。 また、サングラスの製造はライセンスを受けたマーショングループが行っている。2007年9月、iPhone 専用ウェブサイトの運営を初のラグジュアリーブランドとして開始。2008年、当ブランドではファッションショーの同日中継に対する投資を行っている。偽物や類似品などといった模倣品の問題を抱えており、公式サイトでは認定オンライン小売業者のリストを 公開している。また時期によっては模倣品を販売した業者の一斉摘発も行われている。ありがとうございます。